なあ、すず。ん？人間だって、いい人はいるだろ？中に何か入ってるみたい。大丈夫だと思うよ。大丈夫だと思います。大丈夫じゃないかしら。すず、キツネに戻れ。わかったよ。ソシチ君、私はキツネのままだとソシチ君のために何もできないから。だから、頑張ってね。わかってる。もう二度とすずを誰かに傷つけさせたりしないから。俺がすずを守るから。偉いぞ、宗七くん。だから、頑張ってね。宗七くんのこと、信じているからね。大丈夫？よかったら持ってあげようか。
落ち着けって、すず。よくわからないけど、何かあったんだよ、きっと。俺は気にしてないんだから。お前もそいつと一緒か。人妖だな。またあの町に住み着く気だろう。どいつもこいつもあの町に逃げ込みやがって。どうしたこの臆病者。この死んでしまえ、この化け物が。はいはい、外さん、外さんしろ。またあんたたちか。頼むからそういうのは金網越しにやってくれって言ってるだろ。生意気言うんじゃねえ。お前らも同類だ、この地域め。わかったわかった、どうとでも読めばいいさ。ほら外さん、外さん。人殺し、お姉ちゃんを返せ。バカ野郎、人殺し。
あなた方は上沢市？はい。検問までお送りします。そちらは娘さんですか？ちょっとトラブルになっていたので。ああ、この付近でああいう連中がたむろっているときは解散させるんですが、人数が少ないのでなかなか。申し訳ない。いや、私の方は怪我はありませんでしたから。まったく、子供は上沢市検問まで大人がついてくるって決まりなのに。そうなんですか？実際に送ってくる親はめったにいませんけどね。怖いんですよ、顔を見られるのが。最近じゃネットで写真が公開されることもありますし。金網越しにね、何か物を投げつけてくることがあるんで気をつけてください。逮捕とかはできないんですか？人数が多すぎる上に一斉に投げるので誰が投げたかわからないんです。そもそも我々に逮捕権は存在せず、警察はここには来ないんです。一つだけ疑問があるんですが、あの連中どうして石を投げるだけなんですか？ああ、それはですね、映ると思ってるんですよ。その通りなんですが、触れると発病するかもしれないって噂が流れてるんですよ。政府はその事実を隠蔽しているんだそうです。すいません、お願いがあるんですが。何でしょう？後ろの女の子を守ってやっていただけませんか？もうそろそろ検問なので。我々があなた方に肩入れしている様子を見られると、その…ああ、なるほど。わかりました。大丈夫、なんてことはないから。Thank you.
さあ、早いとこ入ってください。扉の向こうが検問ですから、指定された書類を渡してください。わかりました。その女の子、頼みますよ。君、急ごう。大丈夫。それより私の隣にいた方がいい。行こうか。大丈夫？おじさんは？いや、いいよ。そんな大したことしてないし。そうじゃなくて、最初に。最初って、ああ、別に気にしてないよ。私、あの時すごく怖かったから、お友達とも離れ離れになっちゃったし、パパもママも私のことすごく嫌な目で見るの。最近みたいに。かけてきたとき、おじさんの仲間だと思われたく。
おじさん、本当にごめんなさい。気にしない気にしない。それでは上沢市役所の方に転入届等を提出しておいてください。はい、ありがとうございます。その通路をまっすぐ進んでください。市境線を越えるとこちら側に戻ることは基本的に不可能ですので注意してください。ありがとうございました。上沢市での生活が楽しいものであるといいですね。せっかくだから一緒に行こうか。忘れ物はない？ない。じゃ、行こうか。君はこれからどうするの？うん、この町におじいちゃんが住んでるの。顔、写真でしか見たことないけど。おい、おじいちゃんじゃよ。ああ、大きくなったな。おじいちゃん！一人でよう頑張った。偉かったな。おじいちゃん、おじいちゃん、会いたかったよ。ああ、これはこれはご丁寧に。本にありがとうございました。
ありがとうございました。あなた、これから先どうするか決まってるのかね。よければ一緒に。いえ、私の方もちょっと心当たりがあるので、これで失礼します。また会えるといいね、おじさん。そうだね、会えるといいね。元気でね。おじさんも元気でね。宗七くん、1時間ちょっと前に何て言ったか覚えているかな。何を言ったでしょうか。分かってる。もう二度とすずを誰かに傷つけさせたりしないから。俺がすずを守るから。ちょっと芝居がかっている気がしたけど、お姉ちゃんはとっても感激したのです。空から落とされるとは思いませんでした。大変遺憾でごじゃりますね。ちょっと痛かったよ。頭ぶつけましたよ。でもそれはまだいいんだから。左手見せて。いや、これは別に。いいから見せなさい。痛いってば。どうしてこんなことしてまであの人間を助けようとしたの。
体が勝手に動いたとしか。動いちゃダメ。そういう時に動くと、これから先ろくな目に遭遇しないからね。ああいう時は私が宗七くんを助けてあげるから。分かった。いやだ。どうして嫌なの？宗七くん、私の言うこと聞けない？それだけは聞けない。お人よしの宗七くん、ダメだよ。そんなんじゃきっと君は早死にするんだから。鈴もさ、少しは人間を、いや人間じゃないか、人間はまだいいから、とりあえずは俺を信じてくれないか。信じようと思ったら投げ捨てられたんだけど。その説は本当に申し訳ありませんでした。
したの？空なんか見上げてさ。円盤でも見える？いや、綺麗だなって。大きかったんだね。いいよな、この空。うん、いいね。すず。頑張ろうな。そうだね、頑張ろう。お休みのところ申し訳ありません。お頭、居所つかみましてございます。この町にいるのだね。さようで。お分かりでしたか。なんとなくね、彼女の匂いがしたから。私はあまり鼻が利く方じゃないけど、あまりに懐かしいものだから。いかがなさいます。ここにいればひとまずは安全だろうけれど、連中も必死だろうからな。それでは。ここに連れてきてくれないかな。できれば穏便にしてもらいたい。暴れ出すと私で抑えきれるかどうか自信がない。と言っても乱暴にはしたくない。御意に。ところで、彼女が連れている男についてはどういたしますか。男か、そうだね。って、ほら深呼吸。
てているのはお頭でございますな。それでその彼女は男連れなんだね。はい、彼女を連れて上沢市にやってきた男が一人おりますが、どんな男、年は、身長は、体重は、ルックスは、性格は、カラスを見たら石を殴るタイプだったりする。後半は分かりませんが。待て、落ち着くから。できればお早く落ち着きになってくださいませ。いや、そうか、当然だよな。彼女が一人でこの上沢市まで来れるはずない。さっきの質問は全部忘れてくれ。一つだけでいい。彼女はその男に懐いているのかい？それはもう本当の兄弟のような。そうか、命令を変更する。とりあえず現時点では遠巻きに様子を見るだけでいい。もし穏やかに暮らしているようなら放っておいてあげた方がいいかもしれない。では何か火球の事態が起こりましたら、その時はここに連れてきてほしい。彼女の鼻なら私は君が同じ立場であることくらいは理解できるだろうから。良いね。それからもしだけど、そんなことはないと思うのだけど、その男が彼女に不埒なことを働こうとしたなら、だらいかがなさい。その男とやらを成層圏まで、月まで、宇宙の果てまでぶっ飛ばしておやりなさい。はあ、お頭、それはつまり本気で殴ってよいということでしょうか。いいとも、存分にやってくれたまえと思ったが、そのなんだ、彼女の前であまり教育に良くないシーンは見せたくない。ほどほどにぶっ飛ばすことをお願いする。結局ぶっ飛ばすのですな。なんだよ、言っておくが支援などではないからな。なるほど、支援ではないと。説得力ない。全くございません。それではお頭の言う通り、ほどほどにぶっ飛ばすことにいたしましょう。何、死なない程度の加減はいたしますゆえに。おかんが…
さようなら。今日から君の担任になる加藤小太郎だ。このタバコは癖だ。安心しろ。授業の最中は一応吸わないことにしている。あ、はい。よろしくお願いします。確か入学届は君と妹さんの二人提出されていたはずだが、どうした？それがいろいろありまして。そうか。ここには引っ越してきたばかりだろうし、深くは追求せん。だが、妹さんにも早いとこ日常に戻ってもらわないとな。日常ですか。ここに来るということが君たちにとってどれほどの辛労だったか俺には分かる。不安や恐怖もあるだろうし、故郷への老敬や慕情もあるだろう。君たちは陣容になってしまった以上、もう後には引けない。故郷には戻れない。友人と会うこともできんだろう。だが君たちが望むなら日常を取り戻すことはできる。加藤先生、転校生は？どうしよう、なんか緊張してきた。急な話だが、転校生だ。男女1名ずつだが、女子の方はまだ来れない。だから今日は男だけ。よし、キサルギ、入ってこい。自己紹介を。落ち着け。
竹じゃなくて、キサラギ総七です。今日からそのお世話になります。よろしくお願いします。顔を上げないのか。では出席を取ることにする。私